船屋で知られる京都府伊根町で昨日の午後5時30分ごろ、町内に住む60代の男性が自宅のシャッターを開けたところ、熊3頭と遭遇しました。熊は親子とみられ、男性が棒で追い返そうとしましたが、顔と腕を爪で引っかかれ、男性は顎を5針縫う怪我をしました。熊は山の方に逃げていったとみられます。いやもうこう四つ前になってきたけど、ここ来たらもうこうやもん、あっという間やで、ほんなもんほんなもん。周辺ではこれまでにも住宅の柿の木に熊のものとみられる引っかき傷や糞が見つかっていて、伊根町が注意を呼びかけています。こうした中、兵庫県は来週火曜日からツキノワグマの狩猟を3年ぶりに解禁。その背景にあるのは、ツキノワグマの増加です。兵庫県ではツキノワグマの生息数が100頭以下になり、絶滅の恐れがあることから、1996年から20年にわたって狩猟が禁止されていました。しかし、5年前に絶滅の危機を解消するまでに生息数が増えたとして狩猟を解禁。3年前に一度狩猟は禁止されましたが、今年に入り隣接する府県を含む東西の地域で推定生息数が800頭を超えたため、再び解禁されることになりました。今日、佐用町では来週の解禁に向け準備が進められていました。佐用町いうとこは餌が豊富なんよ。どんぐりとか、それから柿、冬柿とか、そんな家の人家の横にたくさんあるでしょ。それを食べに来る。今の時期は昼も夜も活動してる。10月の中ぐらいから実験は入ってるね。跳躍場にはもっと入ってるもん。実は先月、ここ佐用町では熊をめぐりショッキングな出来事が起きていたのです。兵庫県佐用町で畜産業を営む田辺さん、先月愛犬が死んでいるのが見つかりました。ここに白い犬と、ここに多分茶色いのやろうけど、2か所血のりがあって、で朝来たらここにねのけてあったんですよ、犬が。で見たらこっから下が皮むけてしまって、ひっくり返したら腹渡れてしまったんです。その時クマって分からへんかって、車にはねられたと思っとったんで、車にはねられたら腹渡食わんでしょ。田辺さんは古い牛舎で3匹の犬を番犬として飼っていました。先月14日の早朝、3匹のうち1匹は死骸で発見、1匹は行方不明に、そして残った1匹も大怪我をしました。近くに数箇所熊の足跡があったことから、熊に襲われたものとみられています。まぶたの奥に焼き付いて、辛い。首はそのままですね。そのまま抜くほどの力で引っ張り下ろしたのね。ここから、よう仕事する子やったから、ワン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 って吠えていたよね。奇襲犬やでね、猟犬やから。生き残った犬の腹には1ヶ月近く経った今も傷跡が残っています。これがね、骨まで足し取ったんですって。爪でこうガッと持ち上げたんですって。で回転してドサッと落ちて、でもうそれっきり怖いから震えてて助かったみたい。この子はそれ以上かかっていかんかったからね。寂しいらしいわ。こんな甘える子じゃなかったんけどね。熊に襲われたとみられるその日のうちに防犯カメラと電気柵を設置。地元の猟友会も近隣に防犯カメラを設置したところ、およそ1週間後熊の姿が確認されましたが、まだ見つかっていません。